皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。どういう時にネットが炎上するのか、ネット炎上事件を見てみればわかるということで、最近炎上したものにですね、148円のクッキー1個の万引きで警察呼ぶなと言った映画評論家の町山氏が炎上した事件を取り上げてみたいと思います。これですね、お腹が空いててクッキー万引きした、容疑者を逮捕したという、ニュースの中でですね、この映画評論家の町山氏が148円で警察呼ぶなと言って、この発言が大炎上しております。皆さん、普通に考えればそうですけど、148円だろうが犯罪は犯罪ですし、盗みは盗みですからね。それで警察呼ぶなっていうのはどうなのかっていう、こういうですね、犯罪を擁護する発言をすると、大体炎上するということになります。そもそもこの発言、何がおかしいのかっていうと、そもそも万引きは犯罪なわけですよ。で、金額の問題じゃないんですよ。別に100万円盗んだから問題で、じゃあ5円盗んだから別に問題じゃないとかいう問題ではないわけですよ。たとえ148円だろうと盗まれたらそれは犯罪ですからね。それで警察呼ぶことは何も悪いことではありません。そもそもね、じゃあ148円だったらわざわざ呼ぶなよって言って、じゃあそういう人が100人現れたらどうなるのか、ね、1000人現れたらどうなるのか、大損失になるわけですよ。で、しかもですね、こういうのって本当にお店とかをやってない人が平気で言っちゃうと思うんですけれども、お店にとって万引きっていうのは死活問題なわけですよね。で、たとえそれが少額であっても損失につながりますし、そもそもですけれども、148円の万引きを許したら、こういう人っていうのは次何するかっていうと、ここって全然大丈夫なんだ、万引きしてもみたいな話になって、どん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 ここで犯罪を繰り返していって、エスカレートしていて、初めは1個のつもりが、じゃあ今度は2個とか、今度は5個とか、今度は10個とか、じゃあ今度は高額なものってエスカレートしていくわけですよ。で、万引き違反なんかをきちっと警察を呼ばないから、店員の注意ぐらいで済むから、万引き犯って平気で犯罪をしてしまうわけで、警察を呼んで逮捕させてっていうのは、非常に犯罪抑止につながるので、エスカレートさせないために、本当にね、必要な、判断じゃない、判断なのではないかなと思います。ということで、この町山氏が炎上しておりますけれども、皆さんのね、炎上しちゃうんじゃないか、ネットで炎上しちゃうんじゃないかっていう一つのパターンとしては、その犯罪を擁護するような発言っていうのは炎上のもとなので、もちろんですよ、これが犯罪なのかって言って、そのおかしくないかっていう、その何かね、問いかけて、みんながおかしいと思っているものをね、問題提起するっていうのはいいのかもしれませんけれども、多くの場合ですね、法律上犯罪とされているものを擁護する発言というのは炎上するので気をつけていただきたいなと思います。それにしても148円で警察呼ぶなっていうその発想こそが万引き犯だなっていうか、でも本当にもう少額でもいいからちゃんとお店はね、警察呼ぶべきです。1回目だから許すとかじゃなくて、1回目だから許すとかって言って、その人は他店でもやってるかもしれないんですよ。結局厳罰、厳しい罰にしないからこういう犯罪っていうのはエスカレートするわけで、初めにたった148円だろうとクッキー1個だろうと、それがなんかね、中学生だろうと子供だろうと、ビシッとはあの親に知らせるなりね、その警察を呼ぶなりして、厳しくやれば、もう二度としないってなるわけですよね。だからそういうのを抑止するという意味でも、きちっとやっぱり警察を呼ぶというのは大事な行動だったんじゃないかなというふうに思います。